お菓子を食べても食べても満たされないとコンビニに駆け込む、そんな状態でした。食事からビューティーベルラスダイエット松田理恵です。皆さんこんにちは。今回の動画ではコンビニで買えるダイエットおやつについてお伝えをしていきます。皆さんはどうですかね。ダイエット中だけどどうしてもお菓子が食べたい、最近老けてきた気がする、甘いものが無性に食べたくなる、なんてことはありませんか。今日の動画を見ることでコンビニで買えちゃうダイエット中でも OK なおやつ、あと40代50代気になるアンチエイジングに効果的なおやつ、お菓子がやめられない理由、この3点のラインナップでお届けをしていきます。ダイエットをしていて辛いって感じることの一つ、それはお菓子を我慢しなければいけないということじゃないでしょうか。特に女性ってお菓子が大好きな方が多くって、食事は我慢できてもお菓子を食べたいなんて方は多いですよね。私もそうでした。毎日必ず1回とは言わず、多い時は毎食後お菓子を食べていました。3食お菓子という日もありました。こんな風にお菓子をたくさん食べているとやっぱりダイエットってなかなか前に進んでいかないですよね。しかしお菓子を我慢しなくってもダイエットできる方法があるんです。それはダイエット中でも OK なおやつを選ぶこと。今回は誰でも簡単に手に入れられるコンビニで買えるおやつに限定してお伝えをしていくので、ぜひ最後までチェックしていってくださいね。それでは今日のテーマいきましょう。ダイエット中でも OK なコンビニのおやつを紹介する前に、なぜ多くのダイエットに取り組んでいるダイエッターがお菓子をやめられないのか、その理由についてお伝えをしていきます。この理由を知っておくとですね、ダイエット中でも OK なおやつを選ぶ時のポイントっていうのがより理解できますよ。ではお菓子をやめられない理由1、栄養不足。お菓子、甘いものがやめられない方の多くは体に必要な栄養が不足してしまっている場合が多いです。なぜなら栄養が不足している状態だと脳は手っ取り早くエネルギーになる糖質を求めてしまうからです。つまり体は栄養を欲しがっているはずなのに、脳はお菓子などの栄養がない糖質を求めてしまうとちぐはぐな現象が起こるんです。ここで重要なのが、しっかり体の声を優先して栄養のあるものが取れればいいんですが、脳の声を優先してお菓子などで空腹を抑えようとしてしまうと、体を栄養で満たしてあげることができなくって、脳はもっともっと食べたい、もっともっと食べたいという合図を送ってくるんです。そうして気づいたらお菓子をたくさん食べてしまっていたという負のループにはまってしまう場合が多いんですね。過去の私もまさにこのループにはまってしまっていて、お菓子を食べても食べても満たされないとコンビニに駆け込む、そんな状態でした。ということは無理にお菓子をやめようとするんじゃなくって、まずはしっかり栄養のあるものを食べていくっていうことが根本的な解決になっていきます。そこでおすすめなのが、後からお伝えするダイエット中でも OK なコンビニおやつなんです。無理にやめる、我慢するじゃなくって、おやつで栄養を補ってあげることでかえってダイエットがスムーズに進む場合っていうのも多いんですね。お菓子がやめられない理由に、血糖値の急上昇、お菓子を食べた時にあー幸せと感じたことがある方も多いのではないでしょうか。過去ダイエッターだった頃の私もこの幸福感を味わいたくって毎日お菓子を食べていたような気がします。ではなぜお菓子や甘いものを食べると幸福感を感じるのかというと、これはただ単に美味しいというだけではなくって、血糖値が関係しています。どういうことかっていうと、お菓子、甘いものというのは小麦粉や甘味料などがたくさん含まれて糖質量っていうのが高いですよね。だからお菓子や甘いものを食べると血糖値がピューンと急上昇してしまって、
この血糖値が急上昇するときに人っていうのは幸福感を感じます。なので脳はまたあの幸福感を感じたい、味わいたいとお菓子、甘いものを繰り返し求めていきます。この欲求に何度も何度も応じていると、過去の私と同じようにあっという間にお菓子中毒の状態になってしまうんです。このお菓子中毒から抜け出すためには、お菓子が食べたくなった時に血糖値を急上昇させないおやつを置き換えるっていうことがおすすめです。後ほど詳しくご紹介をしていきます。お菓子がやめられない理由その3、味覚の乱れ。先ほどお伝えしたようにお菓子中毒になっている場合、味覚も乱れている場合が実は多いんですね。どういうことかっていうと、お菓子が習慣化されてしまっていると自然とお菓子、甘いものを求める味覚になっている可能性が高いんです。なんでかっていうと、人は普段よく食べているものを求める味覚になるからです。過去の私はいつもお菓子、甘いものを食べていたので、無意識のうちにお菓子、甘いものを求めてしまう味覚になっていたんです。つまり、ダイエットのためにお菓子、甘いものをやめようって思うなら、まず味覚を正常な状態に整えていくことが大事ということ。じゃあ味覚を整えるためには具体的にどうすればいいのかというと、安心してください、ちゃんと解決方法があります。まずは2週間ほど集中してお菓子、甘いものを控えるっていうのも一つなんですね。これすごく大変そうって思うかもしれないですけれども、長い人生一回チャレンジしてみてください。なぜなら味覚の細胞というのは実は体の中で一番入れ替わりが早いんですね。だいたい2週間もすれば簡単に舌ですね、過去の舌の細胞というのは入れ替わってしまいます。それでは一旦まとめると、お菓子がやめられない理由は1、栄養不足、2、血糖値の急上昇、3、味覚の乱れでしたね。とはいえ、2週間も私は無理と不安に思った方もきっと多いと思うんですよね。ご安心ください。そんな時におすすめなのが、今からお伝えするダイエット中でも OK なコンビニのおやつになっていきます。食べたらダメではなくって、食べてもいいと思えるとなんだか安心してダイエットできますよね。はい、買ってきました。今回は私の家の近くにあるセブンイレブンで実際に買ってきたものっていうのをご紹介していきますね。コンビニで買えるダイエット中のおやつ1、乳製品。皆さんは乳製品ってどんなイメージですかね。なんかカロリーが高いからダイエット中は NG なのかなって思っている方もね、きっと多いと思うんですよね。乳製品は様々な栄養が含まれています。実は毎日摂ってほしい食品の一つでもあります。乳製品に含まれている栄養って言えば、カルシウムがやっぱり一番有名ですよね。実はカルシウムというのは体温を上げて代謝をアップさせてくれる働きがあると言われています。またイライラした時はカルシウムというイメージ通り、カルシウムはイライラ解消にも効果的ですよ。じゃあカルシウムって生理前に不足しやすいって言われているので、生理前で無性にイライラするなんて時ね、ありますよね。そういった時ね、特に意識してください。そんな乳製品のおやつといえば、チーズ、ヨーグルト、牛乳などがありますよね。個人的におすすめなのがこの雪印のカマンベールチーズです。なんでかっていうと、ちょっと見えないかもしれないんですけど、原材料がねめちゃくちゃシンプルです。で、添加物や甘味料も含まれていないので、生乳と塩だけでできているんですよね。で、また、こんな感じで3つ入ってるんですけど、小分けになっているので、小腹が空いた、残業中などこう夕食まで我慢できない時とかにこうパクって食べられちゃうのが、魅力的ですよね。他にもこんなチータラなんかがあります。はい、実は空いているのでさっき私食べちゃいました美味しいですよね、チータラ私大好きなんですよね。で、お酒が好きな方はね、これ食べたことある方いらっしゃるんじゃないですか、おつまみで。で、タラが入っているので乳製品だけではなくって魚の栄養も取れます。で、乳製品は、その他にも、タンパク質とかビタミン、ミネラルなどの栄養っていうのも多く含まれています。と、
にタンパク質は筋肉を維持して代謝を落とさずに健康的にダイエットするためにしっかり摂るっていうことが大切。ただ先ほどお伝えしたように乳製品というのは脂質カロリーも高めです。またこういった加工品は、もちろん添加物っていうのも入っています。なので食べ過ぎには注意。また乳製品の摂りすぎは大人になってからでもアレルギーになってしまうという場合が最近あるって言われているんですよね。なのでその点も注意していきましょう。食べ物とこうアレルギーの関係っていうのはこちらの動画でもお伝えしているので概要欄に貼っておきますね。ではコンビニで買えるダイエット中のおやつ2つ目、大豆製品。大豆製品といえばタンパク質、大豆イソフラボンのほかビタミン、ミネラル、食物繊維とかが多く含まれていて、なんだかヘルシーなイメージっていうのがありますよね。特に食物繊維は血糖値の上昇を抑えてくれるっていう効果も期待できます。私は普段大豆製品っていうのは納豆で取り入れることが多いです。でもまあ朝忙しくって食べられなかった時とかは豆乳をおやつとして取り入れることもありますよ。で豆乳って常温で保存できるので、こういった小さなパックの豆乳をストックしちゃえば、まあ、忙しい朝でもささっと飲めちゃいますし、非常用の食品にもなりますよ。で、まあ、セブンイレブンには残念ながら調整豆乳しか売ってなかったです。調整豆乳はね、砂糖が入ってるんですよね。なので普段スーパーで買うときは私は無調整豆乳、砂糖とか添加物とかそういったものが入ってない豆乳っていうのを選んでいます。で最近ではこういったタンパク質でできた罪なき唐揚げっていう商品もあります。普通の唐揚げ1人前が300キロカロリー程度に対して、こちらは1袋でたったの125キロカロリーで半分以下のカロリーなんですよね。なのでコンビニのレジ横の唐揚げが食べたくなった時は、代わりにこういったお菓子を取り入れてみるっていうのもいいかもしれません。これも開いちゃってます。昨日食べちゃいました。美味しかったです。お試しあれ。ではコンビニで買えるダイエット中のおやつ3つ目、ナッツ。これはまだ開いてないですよ。まだ食べてないです。ダイエット中のおやつはナッツがおすすめというのは、まあ、今までね何度もお伝えしてきましたよね。まあ、なぜナッツがおすすめなのかっていうと覚えてますか。まず低糖質、ビタミン、ミネラル、食物繊維、良質な脂質など様々な栄養が取れちゃうからでしたね。特に食物繊維、脂質が含まれている点や、硬いのでしっかり噛むことができるという点で、一般的なお菓子よりお腹に溜まりやすいというのも魅力の一つ。ちなみに噛むことによるダイエット効果はこちらの動画でもお伝えしておりますので概要欄に貼っておきます。ナッツを食べることでダイエット、美容効果をより高めたい場合は、ナッツの中でもこの素焼きナッツを選ぶことがおすすめ。なんでかっていうと原材料がナッツだけなので見えないよね。余計な味付けや、まあ、調理っていうのがされていないからです。さっきお伝えしたように味覚を整えていくためには、原材料はできるだけやっぱりシンプルなものを選ぶっていうことがポイント。一つ注意点は、ナッツは乳製品同様脂質カロリーが高めなので、1日につき1つかみ程度までを目安に食べてみてくださいね。ではコンビニで買えるダイエット中のおやつ4つ目、魚、卵。おやつに魚と卵と思った方もいるでしょうか。実は美味しく簡単に食べられる魚と卵あるんです。でコンビニで買える魚のおやつですと、こういったシシャモイカなどがおすすめ。特にこのシシャモだと原材料は比較的シンプルで減塩っていうところも嬉しいです。またシシャモは現代人の多くが不足していると言われているオメガ3を取ることができますよ。オメガ3って覚えてますか？脂質の一つで体の炎症を防いでくれるから、ダイエットやアンチエイジングに効果的なんです。さっきお伝えしたミックスナッツに入っているクルミにもオメガ3っていうのは豊富に入っていますよ。まあ、こういった魚のおやつっていうのはタンパク質を摂ることもできますよね。コンビニで買えるタンパク質が摂れるおやつといえば、さっきお伝えした乳製品、大豆製品の他にもゆで卵もおすすめです。
特にこういったうずらの卵だと普通の卵に比べて小さめなので、おやつ感覚で一口でパクッと食べられちゃうのもいいですよね。実はうずらの卵っていうのは普通の卵以上にビタミン、ミネラルの栄養が豊富と言われているんですよね。コンビニで買えるダイエット中のおやつは1、乳製品、2、大豆製品、3、ナッツ、4、魚、卵でしたね。今日お伝えしたコンビニのお菓子全部食べたとしても炭水化物、糖質の量が 10g 以下のものを全部選んできました。なので今ね、ちょっとプチ糖質オフしてるとか、ちょっと糖質気にしてるっていう方なんかにもとってもおすすめです。ランチ食べた後になんかね、ちょっと口寂しくて食べたいなって思った時に、砂糖が入ってるお菓子とか食べちゃうと、昼からの仕事のパフォーマンスとかもね、すごい下がっちゃうと思うんですよね。眠たくなってしまって。で、そういった場合、こういった、炭水化物が低めのものを選んで食べていただきますと、そんなにお昼からの仕事のパフォーマンスが下がったりだとか、眠たくなるっていうのも防ぐことができるので、とってもおすすめです。ちなみに私がマイナス12キロ痩せてきた経験を通して栄養学、体のメカニズム、ダイエットのマインドなどもっと深く知りたいという方のために、私公式 LINE とか、無料オンライン講座の方でも実は発信をしております。無料冊子やベルラスダイエット3ステップ動画っていうのもプレゼント中ですので、そちら見ていただけますと、まあ、よりこう YouTube の内容っていうのも実践しやすくなるかなって思いますので、 LINE の方もフォローしてみてください。本日の動画いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ダイエット中だからといっておやつを我慢するんじゃなくって、美味しく食べていくことで楽しみながらダイエットしちゃいましょう。今回お伝えしたおやつはダイエットだけではなくって美容や健康にも効果的なおやつばかりですよ。コンビニで手軽に買えるものばかりなので、おやつが食べたくなった時はぜひ試してみてくださいね。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。松田理恵でした。バイバーイ。